はい、皆さんこんにちは、チェでございます。吉綱さんで、太鼓さんで DX やっていきたいと思うんですけども、節目のパート200になりました。さあ、今まで私がパート200を超えた作品っていうのは、まずスカイリムですね。それと前にやった太鼓リシネですよね。で、三国志の、そして誰もいなくなったシリーズ行ったかな。あとサバッシュ、エメラルドドラゴン。エメドラも行ったと思うんですけどね、もう、大河ドラマみたいなね。大河ドラマ RPG って炎上師匠言ってましたからね、確かね。サバッシュの時にね。あとなんだ、あと、200行ったのはチラチラあるんですよね。10本ぐらいはあると思うんですけどもね。今回の作品も入っちゃいましたね。無事入っちゃいました。まあ入るだろうと思ってましたけどね。はい、4人いるので合戦行きましょう。してと。ミキジョ、あ、ちょっと待ってね。あ、やっぱりここ私が取っちゃった。私が取っちゃったね。とりあえずミキジョ行きましょうか。あ、あと上手指示出すの。あ、そっか。送れないんだ。どっか行ってる？あ、三好ここラストか。ライレンさんいるから行っちゃおうか。はい。で、決定で、援軍呼んじゃいましょう。誰か来てくんないかな。あ、1万しかいないのか。1万しかいないのか。高間さんもうね、本当に。あ、正幸さん。あ、2万か。正幸さん2万じゃき。おー、いるいるいる、5万もいるわ。はい。はい。え、なんで援軍出せぬだってさ。はいはい。なんで宇佐美さん5万もいるのに。あ、正影さん。何、正影さん、何正影さんだろう。陛下変更足軽だね。ライレンさんはもうこれ鉄砲でしょう。あ、100発110持ってるんだわ。鉄砲だね。で、為信さん。あ、あなた100号じゃない。100発110と早く一緒になっちゃった。早号しかないか。とりあえず、足軽にしときましょうか。あ、浅野さんはちょっとこれ、おやすさんだ。おやすさん並みだから。中高さん鉄砲ダメだったと思うんだけどね。早号やっぱ人数の違いからだから。あ、待ってね。あ、この後ヒアと早号ぐらいしかないんで工場持てないんで鉄砲隊にしようか。人数少ないけど。で、為信さんは門攻めれるよね。ああ、日攻めまで使えるんで、この布陣で行きましょうか。鉄砲、余ってない。あ、鉄砲余ってないんだね。ライレンさんに鉄砲を持たせたからそうなのかな。はい。じゃあ行きましょう。いや、もうこんなのね、8800いるのか。援軍要請しましょう。ね、もう来てくんないから。東吉郎さん。援軍参戦。でしょうかね。援軍要請、え、本日の援軍要請が終了しましたと。あ、これじゃ勝てる気がしないね。兵糧は十分にありますので、はい、いやー、100発110、1人しか使えないのつらいな。あ、じゃあ軍機入れておきましょう。どっかから来てもらうと困るね。100発100中で、あ、100発100中次にしよう。とりあえず待機しておきましょう。じゃあ皆さん、あ、あなた日攻めが使えるからね、日攻めいっとこう。で、あなたはどうしようもないんで、どうしようもないって言ったら怒られるけど、射撃か。あ、ちょっと減ったね。
で早号でしょ。でも次につなげたいから、あのね、あれしてから、あの風林火山してからにしたいんで、いやちょっと援軍もらえませんか、姉小路さん。5万人来ない気がするな。はい、あ、よかった、姉小路さん来てくれた。あー、ちょっとね、あの2人、もう陶器人と誰だ、あ、宇佐美さんだ、まあ、あの2人はちょっとなんとかしないといけないね。ちょっと懲罰しないといけないね。交渉できる？うん。あ、連日4の人いるわ。タメログさんか。幸福。来るかな？あ、いくらなんでもと。いや、行かさないです。それだったら、普通に攻めましょう。はい、お、300減ったね。300、200何本減ったね。私のところ。え、で雨なの、雨か。ああ、まあ私はこれするからいいのか。風林火山ね。で100発100中に雨は関係ないんで、さあ誰から落とそうかな。ああ、お尻からいこうか。減る減る、600以上減ったんじゃない。ライレンさんすごいな。火攻め使えないんだよね。力攻めでいくか。あ、でも死守2つ入ってんだよね。それだったら射撃してる方がいいかな。うーん、射撃だね。早号持ってるんですけど、まあ、射撃できないから強襲、あ、強襲、あ、待機だね。黒い官兵衛様の軍団が、お、2騎乗落ちた。はい、あ、落ちるわね、そら。あ、官兵衛さん、半兵衛さんのコンビだったんだね、そういえば。で、まあ、千成病棟行きましょう。崩落使える、崩落か。使える人ちょっと、味方に欲しいね。あ、めちゃくちゃ効くわ、これ。ほぼほぼレインちゃんで使えたんじゃない、やっぱ弱中。タメロボさんどうしよう、強襲しとく。これ風林火山おそらく強襲にも生きてんですよね。ね、減ってる気しますもんね。で早号、もう早号係だね。残り少ないと狩るのが千代子さんの役割だね。あ、だから前の前かな、正木さんは買ってたから、舞台壊滅させたからか、だからあんだけ上がったのか。そうかもわかんないね。さあ行っちゃいましょう。この人行っとこう。さすがに100発100中も打てないから待機して、火攻めでいっときましょう。おお、減った減った、もう強襲しとこっか。で早号ね、早号ちまちま使っときましょう。あれ、こう、あ、来た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 、音の一気に参りましょう。ああ、来てくれて助かりました。いや、パート200だからね、きっちり買っておきたいですね。はい、やっぱもう100発100中ね、使えるから。おおおおお、素晴らしい。で火攻めにしとこうか。で強襲して、あ、やっぱり風林火山いいね。風林火山はどこでも使おう、もうとにかく使おう。2人とも下げちゃったね。もう下げるしかないみたいなね。
私は、あ、もう縄文爆発、あ、縄文爆発使ったらぶち抜いちゃうわ。あ、宝禄ね。お、ひーちゃんだ。ひーちゃんやばい。うん、闇討ちしてくるもんね。大気、火攻めいっちゃいましょう。うん、落ちた。うん。私結構削られるね、やっぱりね。あ、能力低いんで削られちゃいますね。あ、ライレンさん早くはもったいないんで。あ、タメノブさんも、うん、強襲だね。あ、硬いな、さすがに。早号で削っておきましょう。早号、早号だね、おそらく。私は、あ、まだ使えないね、千なりペダ。あ、そろそろ切れちゃうね、風林火山がね。100発100中で、これどう見ても孫いっちゃうんでしょ、これどう見ても孫いっちゃうんだよね、本当に。ならば、あ、ひーちゃん削っていこう。で、あ、もう火攻めだね、誰も入ってないんで、刺繍が。うわ、減るねえ。うん、で、早碁いらないんだけどね。うん、でもいける自信がないからね、早碁いっときましょう。私1000近く削られちゃったね。あ、そろそろね、準備しておかないとね、風林火山切れると思うんですよ。うん、射撃でいっとく。ああ、もうこれで確実に落ちるね。ああ、早号で確実に落とせますね。ほい。うん、ひーちゃんどれ？ひーちゃんこれか。あ、まだ残ってたわ。いつまで残るんだろう、これ。見れないんだよね、あと何ターンかとかいうのね。野戦だったら見れるんですけど。いや、宝禄いっとこっか。あ、これがひーちゃんか。うん。で、100発100中。おお、逆転しちゃった。射撃しときましょうか。あ、これじゃあ早碁で落ちないな。うん、あ、落ちた。あ、行くもんだね。あ、もう本丸なんだあっちゃ気づいてなかった、二の丸だと思ってた。本丸だったんだ。そうか、本丸だったのか。じゃあ、あ、今切れちゃったね。読みが当たらないね、うまいことね。力攻めとか、あ、いや、もうここは待機しとこう。雨だからと。で、今度は射撃で。で、あなたは待機だね。あ、強襲か。あ、まだ雨か。でも私もうマックスに近いから。合計でも打っとこっか。待機しておこう、ライデンさんはね。
あなた射撃しとこっか。あ、違うじゃない私。なぜ矢が普通の矢が飛んでいくのかなと思っちゃったんですけど、違ったね。あ、すごい迷うねこれ。いやもう強襲でいいか。待機しとき、あ、強襲しときましょう。あ、刺繍が外れた。あー、これまだ使えないんだ。いやもういいや、全部待機させておこう。雨止むまでね。そういや前なんかめちゃくちゃ長いこと雨降ったことあったね。ああ、これやばいわ。そうなるかもわかんない。まあ、風林火山使いましょう。あ、百発百中関係ねえんだ。忘れてた。忘れてました。はい、あとはまあ射撃ないもんね。射撃、しておいた。ひーちゃんか。これでも射撃でいっときましょうか。で、待機しておきましょう。あ、そうだ。あ、もう間に合わないか。降伏言ってくるかなと思いましたけど、言ってこなかったね。ああ、でもまあ降伏間に合わないかな。おお、で、射撃。あ、落ちちゃった。降伏の方がこの後の処理が早いんですよね。やっつけちゃうとね、まあ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 って言わないといけないんでね。はい。あ、あ、このまあ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 がね。はあ。あ、よよ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 よ。あ、やっぱまあまあいるのか。投与を試みましょう。あ、待て待てと。ね、説得しましょう。23人分もやらないといけないのか。ちょっともう次週にしま、明日にしよう。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。